こんにちは、白井ミュージックの白井俊光です。今回ご紹介するのはこちら、これパールのですね、スピンタイトテンションロッド、SPT4SPK というあの品番がついてるんですけれども、まあ、簡単に言うと4本のロッド、そして、チューニングキーというセットなんですけれども、このロッドがですね、なんと、ロック機能付きのロッドということでですね、ものすごい機能の、ロッドです。これにあとあの1本だけとか、あとこういう6本セットとかあったりとかしてですね、ちゃんとあの使いやすく、発展するようになってるんですけれども、これちょっと機能を説明しないとちょっとあの通じにくいところ、ただパッケージ見るだけだと何のこっちゃっていう風になる可能性がありますので、ちょっと詳しく説明していこうと思います。ではどうぞ。はい、これが、スピンタイトテンションロッドというパーツですね。そして、これがチューニングキーで、これ仕組みなんですけれども、このテンションロッドですね、スリットが入ってます。こう切れ目が入ってるんですね。でこの頭にね、ここ赤くなってるんです。ここの赤いのがネジです。どうなってるかというと、このテンションロッドの中にさらに細いネジが入ってるんです。でこのスリット、ね、を開くことによって、ロックするという、これすごい技術だと思います。アイデアもすごいですし、技術もすごいですよね。で、こういう、ドラムの、ね、ラグの中に入っている、まあ、ラグナット、必ずですね、これロックするときにはこういうラグナットにつけた状態にしてください。どうしてかというとですね、あの空締めしてしまう、これラグナットついてない状態で締めてしまうと、このスリットを開いて、で開いたまま次またこの、ね、テンションロッドをこうラグナットに、入らなくなってしまうという、まあ、言ってみれば、空締めすると壊れてしまうので、必ずテンションロッド、こうまあ、スネアドラムにこう入れた状態で、使ってください。で今回これじゃあ、この赤いネジをですね、回すためにチューニングキーで、ここのね、上の頭のところこれ回していきます。そうするともうこれでロックされました。これでもうここ緩まないんですよ。すごいです。で緩めるときは簡単で、このね、頭のノブをくるっと、緩めればもう簡単に、取り外すことができるというですね、あの素晴らしい、もうシンプルですよね。シンプルで使いやすくて、で確実なロックができるということでですね、ちょっとこれ画期的すぎる、パーツなんですけれども、まあ一旦こう使ってみて浸透してしまえば簡単だと思うんですけれども、ちょっとまだ初めての、ものなので、まああのちょっと説明が必要ということで今回ご紹介させていただきました。では実際スネアドラムですね、どこにつけると、これ効果的か、これ全部につけるのはもちろんいいんですけれども、よく緩むところというのがあると思います。はい、例えばこのスネアドラムね、これ基本的にこうボルト4本とチューニングキー、これはベーシックセットなんで、この4本を使うとなると、私の場合ですね、ダメンだったらこの 1,2,3,4 自分側の4箇所に、置き換えると思います。もしね、叩いてて自分よくここのとこ緩むなっていう感じる方がいらっしゃったら、やっぱここがいいと思います。でこのひっくり返しまして、ボトムなんですけど、ちょっとスナッピーが鳴るんで、ちょっと一旦こうスティックで表面下に、はい、でここ1,2,3,4、この4箇所ですね、スナッピー周りの、これをあのこのスピンタイトボルトにしたいと、僕だったら思います。この4本を、どうしても緩みにくい、緩みやすいんです、この4本は。どうしてかというと、スネアベッドって言って、ここのスナッピー周りってシェルがこうえぐってある形になるんですね。そうなってくると、スネアサイドの、ヘッドがこう下からこうエッジ側からこうグッと、テンションがかからない、なので緩いんですよ、このスネアサイドって、ここのところが。そうなってくると、ここって緩みやすくなるんですね、あの柔らかくて。なのであのその分ここをちょっと強く締めたりすると、今度はあのこの周りが緩みやすくなったりするという、ちょっと割と悪循環が起こりやすいところなので、そこにこれが来るともう本当にあのここがロックできるとすごく嬉しいです。特にボトムはね、あの今までちょっとやりにくかった部分でもあるので、
ぜひぜひここはお願い、使いたい、自分も使いたいと思う場所ですね。ということで、この4本で、プラスこの6個セットですねもあるので、まあ、合計10本で、個人的にもう一番やりたいのはボトムは全部これ全部10本とも10点書だったら10本ともこれにしたくて、で打面の、僕の場合はここが緩みやすいかな、なので、まあ、打面2箇所もしくは4箇所っていう感じでですね、ちょっと場所を決めて、使うっていうのが一つ、まあ20本全部やっちゃってもこれすごく使いやすい、チューニングキーで、普通のねこれちゃんとしてるなと思いました。普通のチューニングキーなんですよ基本的にで普通のチューニングキーなんで、これボルト緩めてで取りますよね。だからこの流れで普通にこう聞けますよね。これで普通につけてこれでいいなってなったら、この位置でいいなってなったら、ちゃんとヘッドのストレッチとかもしてですよ、いいなってなったらここクッてやればもうこれで回らないんです。もうびっくりします。これでもう全然緩まない、緩まないですから。なのですごい簡単に、でこれロックするのもこれ自然にできるんですよね。この使い心地、この長さとか、実はこのボールのところとか、あと今までのパールにないこの口のところがすごい先まで四角いっていうですね、基本的に僕はパールの、チューニングキーはそのもうこれの、これにこの形になる1個2個前のこのボールだったり小入れが大好きだったんで、この形の復活はすごく嬉しいんですけれども、こういう使いやすいチューニングキーもパッケージされているということで、非常にここ最近のパールのデーモンドライブのね、シャフト、G リンクシャフトもちょっと個人的におーってなって、ね、まあ、もちろんあれはね、他の何ていうのかな、技術をうまく、パールの中に取り込んだ。でこれもなんか元ネタのこうネジの会社があるらしくて、でそことうまく、共同してこうドラムに持ってきたっていうですね、これはやっぱパールじゃなきゃできないというふうに思いましたね。すごくよくできて、すごい、良い効果が得られるパーツだと思いました。はい、いかがだったでしょうか。これ長さが47mm、テンションボルトのですねこの格闘の下にあるこの円形のですね金属ですね、この下から先までが 47mm、あとまあこれ、この太さが32分の7インチという太さなんですけれども、まあでピッチがですね、DW みたいにこう細かいピッチではなくて、まあ普通の、ドラムで使われているピッチです。例えばラディックとかでも使える感じですね。47mm の、ボルトであれば使えますので、もし自分のスネアドラムのですねボルトをこう取ってみて長さ定規で測って、47mm とかでしたら使えるんじゃないかなと思います。こういうですねすごく便利で、分かりやすい商品っていうのはですね、私も動画を作っていてすごく楽しいです。これきっとスネアドラムのチューニングって、どんどん変えたい人もいるし、一定でありたい人もいると思うんですけれども、どんどん変えたい人でもここは緩まないでほしいとか、そういうことはあるはずなんですね。しもなるべく一定でありたいという人もですね、ちょっとじゃあそれでもヘッドが伸びてきて緩んできたとか、そういうような場合にすぐに微調整ができるという状況じゃなきゃいけないと思うんです。これ全てをですねちゃんとクリアした上でできている商品ということで、ちょっとパール久々のこれヒットの予感がする、すごいパーツだと思いました。ということで今回ご紹介したのはパールのスピンタイトテンションロッド、チューニングキーと、ロッド4本の SPT4SPK、あとこれロッドが6本、ね、のものの場合は SPT6PK というパッケージの、説明でした。では白井ミュージックの白井としみつでした。